はい、皆さんこんばんは。妖怪はゼルダやらない。このトンボ、どうやってこのトンボ捕まえんの？あまりにも逃げる速度が速すぎる。ここのギミックは撃つ。じゃ、なんで？でも地面が繋がってないんだよね。あ、レールも復活するんだ。なるほどね。で、こいつは地獄に叩き落とす。あー、ここからそっち行っても意味ないね。これはこっ、おう！これはこれか。これってさ、普通にトロッコなくても。なんで？じゃあ一旦、トロッキングして、あ、こっから、それ撃てってこと？めちゃめちゃ偏差むずいぞ、これ。ちょっと、むずすぎない？弾いくらあっても足りねえな、これ。はい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 。でも、結局そっちに渡る方法がないと。なるほど。一旦ビートル飛ばしておくか。ここ線路繋がってるから、ほら、あったわ。たださっきの右の方行ける、あれじゃないんだよね。あ、しかも時代も逆行しない。多分、この上とかにあるな、これ。なんかこの緑ルビーでかくない？気のせいだわ。いや、あるね。あるけど、これ、むずすぎるぞ。そうだ、これだわ。俺落とすんだ、あっぶねえ。ああ、そうだ、ここ入れるわけないもんな。おお、木も復活してるわ。でもこっちはいけないね。まあ、トロッコもあそこにあるし、ひとまず、置いといていいのかな。久しぶりのおっちゃんいいんじゃん、ゴロン族の。おお、また会った頃、人のことは言えない頃が、お前もどこにでも現れる頃な。おっと、そんなことより聞いてほしい頃、世紀の大発見頃、ここは時の神殿と言われる場所で、とても神聖な場所なんだ頃、そんなところで、なんとわしは伝説の女神の島に住む人間を見てしまった頃、古文書に載ってるのとそっくりな服で、見た目はお前とよく似てた頃、二人組でこの門に入っていったから、追いかけようとした頃が、いきなりドカンと爆発して、神殿の門はご覧の通り頃、とても通ることはできない頃よ。向こうが気になる頃。え？あれだなぁ。いや、一発で分かった。これは、多分さっきと、同じ原理だな。スイッチがあるんだろう。え？ないか？ちょっと見えないな。あー、そもそもなんかここに入れないんだ、ビートル君が。あ、なんかあるな。ただ、ここ、復活する距離か、これ。爆弾落とす。あ、やっぱそこだけだよな。あ、だ、あそこにもあるね。まあ、とりあえずこいつなんだこいつ、助けていけろ。助けるつもりだよ。はよ、あ、2匹いるか。で、いや、ちょうどいい練習になるわ。指だけで。で、これ上に構えてるか下から殴る。まあ、まだまだ、連動低いけど、だいぶ、言うことを聞くようになってきたな。怖かったけど、助けてくれてありがとう。
ここは時の神殿、女神様が作られた神聖な時の扉を安置している場所だ。おいらは神殿周りの掃除番だけど、時の扉に行きたいのならそこの門をくぐった先だけど、ん？他に行く方法？それならラネール霊石場と時の神殿が地下でつながってるけど、ラネール霊石場はここだ。はいはいはい、ん？この地図なんかおかしいけど、ついでに直してやるけど。え？あー、なるほど。これもマップ見ながら行く感じか。今と地形が違うってことだもんね。マスター吉様に報告。お持ちの地図は現在の地形との一致率 35%、 今の地形とは大きく違うようです。先ほどロボットが修正したものは流砂の下に沈んだ過去の地形が記されたものと推測します。オッケーオッケー。パチンコ打って、あ、いけるね。これでさっきの場所に続くんだ。またなんか変なのある。え、古代の花、ただのアイテムか。あ、てか女神キューブもついでになんじゃん。え、あー、なるほど、乗りながらやるってこと。せい、なるほどな。なんもなくね。あー、古代の花があるわ。あとトンボがいるな。あ、今だ、乗ってる途中だろうが。卑怯者、あっ、あぶねえ。俺は引っ張られないのか。あー、トンボまた遠く行っちゃったな。これさ、ビートルでなんか捕まえるとかそういうのないの。あっ、死んじゃった。ダメか。え、何？マスター吉田に報告。現在マスターが流砂の上で沈まないことを確認、地図をご確認ください。ああ、なるほど。現在は流砂に隠され見えませんが、過去に道があったとされる場所は流砂のすぐ下に今も存在しており、沈まずに歩くことが可能なようです。はい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 。地図にのろしを立て過去の道の目印として進むのが有効と推定。のろしを複数お使いになることを推奨します。はいはい。ここに置いたらそこだね。おい、沈んどる。ちょっと待ってくれ。ん？あ、こうだね。さ、複数個置けって今言ってたな。こうだ。あー、なるほどなるほど、そういうミックね。トンボくんがいるよ。ちょ、ゆっくりゆっくりって今マジで。超ゆっくりって、超ゆっくり。後ろからね。多分走ってるからだと思うんだよ、バレたの。ゲルド・オニヤンマ。あの下の紫の枠は何なんだろうね。なんかレアアイテムっぽいよな。俺の目はごまかせないね。ただストーリーで行く場所じゃないぞ、ここ多分。すげえ、ストーリーに関係しないのにこういうのあるんだ。あと謎の突起物と変なマークがある。どういうことだ。お、出てきたね。で、あ、子供の姿になった。うわ、なんだこれ、全然違えし。はぁー。てか何？あいつ何千年も生きてるってこと？すげえじゃん、あいつ。あー、まだ生きてる。アカルピーナイス。やべえ、最悪だ、あっぶねえ。こいつあれだな、構えられる前にやっちゃえばなんてことはないな。子供は？あー、これ何かに使うぞ、多分。あー、なるほどね。おもりみたいになってるってことか。ほい。え？あ、なるほど。ちょっと待って。これで、いやいやいや、持てない持てん。これで持って、
シュート。あれ？シュート。で、開きましたよと。何がもらえんだろうな。わあ、なんかいるわ。お前も何千年も生きてんのか。お前変わった格好してるけどね、怪しいやつけど。間違ってもその装置を触ったり刺したりしたらダメけどよ。あ、これ剣がパワーアップ？はい！はい！回す？え？どういうこと？あ！あ、なんだ？いった！電気属性になるってことじゃない？ほら！やった感じ。お、また変なとこあったぞ。ここじゃないよな。あー、さっきみたいな場所だな。出てきた。で、あの上の宝箱取れるようになるのか。あー、さっきより超複雑になってんな。え、あいつ電気食らわないんだ。んー、まあ、とりあえずあれだな、行って、奈落に落として宝箱ルピーだよな。ー、でも5ルピーか。あ、普通に登れんね。ってことは、あそこの宝箱もそっから登るのか。ただこっちがあるな。これだけか。赤、最後に赤。あー、全然金足りてないんだよな。でこれさ、多分これ持ってくあれだろ。いや絶対そうだ。ちょうど持ってきる高さだもん。あ、違う、え、ここどうすんだこれ。あー、わかった。多分一旦現在に戻すんじゃない。あれ、あ、こんにちは。もう違う、戻しても、あー違う、そうだ、戻してここか？え、あ、そうだ、で、こいつを殺すんだ。いや、このタイミングで、爆弾もこっちに来て、ど、あ、あれ？こいつ爆弾じゃ殺せないのか？どうだ？確か3発ぐらいだった気すんな。よしよしよし、早い、は、早すぎ。ちょっと待て、頼む。よーし、これでクリアだ。あ、待て、ん、お、待て待て待て、これドア開けなきゃだぞ。ちっちゃいカタツムリが必要だな。どうする。まあ、オルディン鉱石か。え？どうにかして持ってこなきゃいけないけど、なんか、こっから、また撃って、考えるか。あ、あ、これ、これか！あ、これだ！なんだ、全然気づかんかった！え、強こいつ。え、これ上？やばい。いや、マジかよ。いやー、え？どうするー？あー、近すぎるから、これもう一個後ろか。こうだね。全然乗らねえけど、これ。バスケットボールみたいに、こう壁を、あー！くそ。バスケ、バスケ。
バスケの要領。いやーこれ一旦回復するか。ちくしょう。まずは1個目だ。やーっと揃った。はー、お前はここを開けるためだけの道具なんだよ。ちくしょう、めっちゃ食らった。マジでハート7個分ぐらい食らったわ。絶対ストーリー関係あんじゃんこれ。お宝箱もある。月はこうこうで回して、よしよしよし。月の精度めっちゃ上がったよね。え、炎え、なにこれ、4属性やるとかそういう感じ。めちゃめちゃだるいやつやん。魔物の角笛、これもただのアイテムか。え、もうアイテムもコンプしちゃうけど。これ炎と雷しか揃ってないけど、いけるかな。あ、なんか違うっぽい。3つの暗号を入れないと絶対開けられない仕組みケロ。3つの暗号。付近にこの電源装置と同じ素材を探知しました。ダウンジングで探索可能です。あと1個か。ここだね、確実に。違う、こっちか。この扉くせえな。これ当たんないの大丈夫だよね。危ねえ。俺でも過去に戻すやつしかないな。これ戻して何の意味があるんだろう。まあいいや、入れとこ。あ、戻さないと。これ開かなかったのかな。よくわかんねえな。水、マスター吉田に報告。3つの暗号が全て揃いました。ラネール霊石場前の電源装置にお迎えください。で刺して、針がこうじゃない。あ、もう1個か。わ、違う、なんだこれ。マスター吉田に報告。この電源装置についている暗号と起動させた3つの電源装置の暗号が一致しました。何か関係性があると推測されます。あー、なるほど。水がこっち、雷がこっち、火がこっちにするってことか。雷、炎、水の順番っぽいんだよね。雷で炎で、もう一回回して水。あー、できた。え、あ、なんか違かった。あれ、なんか違うけど。おい、思ってたと違うけど、なんかいけたぞ。あ、そういうこと？言ってよ。ここらで中ボス欲しいな。え？さっきの時の神殿全然関係ねえじゃん。時の神殿がダンジョンかと思ったら、ここがもうダンジョンなんだ。来たね。ラネール霊石場。今までとはちょっと違うな。何これ。カニだ。カニがいっぱいおる。カニじゃない！サソリだ！まだ！ファイ！プチガット。千年かけて成長すると言われる魔物の妖精。あー。だからさっきの
何あいつヤドカリ、もう千年かけて成長したのか。多分体は小さいですが凶暴で砂の中で群れていることが多いです。動くものに対して飛びついてくる習性を持ちます。動くものに対して、ね、なるほど。ということはこいつをぶん投げる。ほら動いてるぞ。は、嘘じゃん。弱っ。なんだこいつ。ここ簡単すぎだな。これはビートル飛ばしてここに入れればいいってことだろ。こっちか。なんだ右のあれなんだ。あー完全に理解した。これはジャンプだな。オッケーオッケーオッケー。あれ左だけで開いちゃった。右はなんだ。うわびっくりした。こわー、なにこいつ。でも弱いね。なんか今までの敵で一番弱いわ。あーはいはいはい、こっちは宝箱ね。頼む、明るぴー来てくれ。よしよしよし。600今上限だからそれは持ち帰りたいんだよな。なんか簡単だな最近。あ久しぶり。これ3つ落とさなきゃいけないんですよ。弱え。こいつもほぼ最弱レベルだな。あでも明るぴー落とす。こいつ一応あれか、ちょっとしたあれなのか、上級の。あなんかうまくいかんときは全然うまくいかんな。オッケーオッケーオッケー。ただ回転すれば一発と。赤よし。これなんかあれだな、登れそうなのに埋まってて登れないね。何かあるな。気持ち悪いなこいつ。どういうことだ。これは全部動かせる。ただなんでこれだけ木製なんだろう。わからんな。ここ登れない。これやっちゃえば登れるか。あ、普通に登れたわ。なんで箱が3つもあるんだ。1つで十分じゃん。なるほど、ちょっとダンジョンらしくなってきたかな。これどう考えても届かないな。で、爆弾がここにあるってことはどっか吹き飛ばせってことなんだろうけど、え、もしかしてこれ木製だからさ壊せるってこと？あ、そうだ。で、ジャンプしていけますよってことか。地図来い。おう、もう鍵手に入っちゃった。あ、でもいけないね。早く新アイテム欲しいな。いや、なんか普通に鍵あったからさ、ここ新アイテムな気すんな。なんだ、広いんじゃねえのここ。なにこれ。あ、なんかハリセンもいる。はい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 、はい、なるほど。遠距離からやっちゃえばいいんじゃないの。ほら、え、なんか爆発したけど。ああ、あー、そういう感じか。虫キング大活躍じゃん。前のね、一番最初のダンジョンでも大活躍だったのに。こいつグー有能なんだけど。ただ他のアイテム使いてえよ、このステージならではの。
特産品使えて、特産品。なんだこれ。あ、これ撃たれるやつ。え、あー、そっかそっか。てかなんかいろいろ動き出したな。あ、切れた。おー、分かった分かった分かった。あー、これどうする、これどうする、これどう、ね、これどうしたらいいの。切れる。あ、終わった、一応終わるんだ。え、ちょっと待って、まだ武器を、ちょっと待って、ちょっと待って、武器変える暇もない。一回落ち着こうかな、お前な。で、これ置いとこう。やれないか。やれねえよ。じゃあ切った意味がなくない？で、頑張りの実があるから、多分あれを取りながらどうにかご利用してでいけってことだな。おい、頑張りの実足りねえぞ。 OK、 あ、足りるわ、足りねえわ、あぶねえ。一応切っといて、宝箱、アカルピー、まあ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 、600までアカルピーでいいやもん。で、こっちか。ややこしいなぁ、さっきの場所もまだ終わってないのに、また新しいとこだもん。もやもやすんだよなぁ、一つ一つ全部消去していかないと。こういうマップ好きじゃねえわ。こいつオム2段になってるけど、開けるじゃん。あー、上から攻撃してくれってこと？なるほど。まあでもあれだな、あー、なるほどね。多分こことか歩いててもあいつに撃たれるってこと。いや、撃たれなかったよな、なんかよくわからんな。ここ扉がなんか違うぞ。あれ、なんかまたすげえとこ来たな。これ炎出る系？針か。はーん。あ、普通に上登れるね。だから針専門野郎がいるな。こいつどう処理すっか。ファイに聞くか。スカイボード毎回貯めるわけがないもんな。ゲコ、え？針専門なのにゲコ。トゲを持った魔物です。性格は臆病ですが、近づくと身を守るために鋭い針を出します。ファイ、投げ出さないでくれよ。お、マジかよ。ちょっと待った、あ、普通に吹き飛ばすだけでいいんだ。なるほど、こいつを爆弾代わりにして進めと。お、魔法の壺を手に入れた。中から強い風を吹き出せる。来た来た来た、風か。え、なんか思ってたのと違う。あ、なるほど、これであのフグを吹き飛ばせってことか。ああ、そうだ。いや、これまた操作難しいな。あ、まさか。ああ、そういうことね。でもこれ手でもいけると思うけどな。手でも崩せるだろう。モグラアーム使おうよ、モグラアーム。風に耐えることないべな。あ、なんかあった。あー、積みかけた。なんか全、え、あー、はい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 、なるほどね。それでこいつの出番ってことか。さあ、中ボス来ねえなー、マジで。ちょっとこれ全部見逃せねえな。なんだろう、なんか木みたいの生えてる。切れるわけじゃない。うわ、なにこのサソリ。出張してくんな。持ち場守れ、持ち場。お前、ゲーム会社に決められた持ち場を、どっから出てきてんのこれ。もうやだこいつ。進もう、大丈夫。で、スタミナを回復して GO、 完璧。で、これなんかある。
まあ、とりあえずこっちだな。もうでもあいつ害ないよな。ダメージがない。ああ危ねえ。これがスイッチかなんかか。お掃除お掃除。あ、これか。オッケー、先一丁だけな。あ、そういう感じ。なんだ、またなんか変なの出てきたぞ。マグネッツだね。あれ、ん、なにこれ。これ風車方式になってんだ多分。あ、やっぱそうだ。はいはいはい、なるほどね。完全に理解したわ。で、これ届く？届く？引っかかっただけだよな。届いたよな。あれ？嘘？あ、でもこう、あ、こうすればいいのか。なんでやねん。で、宝箱、そろそろマップ欲しいわ。まだなの？いや、マジで行くとこないんだよね。あ、わかった！これか！なんじゃそりゃ！なんでね、別に最後ぐらいいいじゃんよ。勝手に開いてよ。おっぷねー。まあ、ギリギリで積まない男が俺だからな。あめえよ。積みそうで積まない。それが俺だよ。落とすなよ、落とすなよ。撃つな、撃つな。オッケー！これ、倒して関係ある？え？はい。これはこの光ってるラインに反ればいいんだろう。え、こいつマジなんなん？こいつ。こいつ！こいつ魔法のつもりどうにかになったりしないよな。どう考えてもそういうタイプじゃないよな、こいつな。あ、なんかでも、ふわふわしてはいるね。え、なんなんこいつマジ。おい、マジかよ！え、わかんねえ、ここ。てか、思った。これ、ファイちゃんに聞けばいいじゃん。ビーモス。古代に作られた警備用機械です。電気ビームを照射する目が弱点ですが、頭部が大体に乗っている場合、マスター、あ、あー、刺すのか。なんだ、なるほどね。はい。はい。はい。もう、言ってよね、初めから。その、俺が言わなきゃ教えてくれないっていうのは、お前それ仕事できてないから二流なんだよ。言われる前に伝える。それが、一流なんだよ。あー、あっぷねえ、また積むとこだったわ。オルビンもあれじゃん。空気読んで待ってくれてると思ったけど。嘘だったわ。ちょっと歯応えがある部屋に招待されたかな。爆弾でなんか全部葬れそうじゃない。ああ、やっぱりそうだ。爆弾最強だわ。で、アカルピーと。これ、なにこれ。え、うわ、こいつ中ボスだ多分。通れるってことは、まあいいや、お前みたいな強敵を待ってたんで俺は。なんだろうこの部屋。何にもない。あれしかない。これあれか、こういうこと。あー、オッケーオッケー、騙せねえねえ。俺のことは騙せねえねえ。あれ？よしよしよし。おお。
あいつを倒したらここが開くってことかな。いや、ファイアーモス、古代に作られた警備用機械です。口の中に弱点があると言われてますが、口を開かせるためには必要、特別な手段が必要と推測。それだけか。まあおおよそ分かったわ。なんか上にあの回すところあるから多分回転させるんだろう。ああそうだそうだそうだ。で切って、あなるほど、逆方向だったら今だから逆に回すってことだな。次で押し、好きかこれ。あっ、ああ普通にいけた。ああしかもハート3つも落としてくれた。よしよしよし、ここまで大掛かりってことは多分マップだなこれ。長かったなマップまで。このマップ広いわ。まだ4つ宝箱を見逃してるね。スイッチがあるけど、なんか重りがないと。向こうから持ってくんのかな。え、普通に行けないんですけど。どういうことこれ。ちょ、一回押してみるか。で、なんだよ。あ、ショートカットってことか。にしてもまたやることなくなっちゃったな。どうやって向こう行くんだろう。あー、マップに映ってるわ。なるほどね。ようやっとるね、任天堂。あ、隠しルートだ。ルピー待ったなし。見破られちゃったね、任天堂。シルバールピーじゃない？場所的に。なんでやねん。なんでこんな隠し通路がこれなのよ。しかも、なんでトラップ付きかよ。また隠し通路ある。なるほど。さっきのは、前座でしかなかったと。わ？え？うお、あぶねえ？え？なにこれ、なんか、あんま美味しくない。別マップに来た宝箱部屋だ。オッケー、え？どこまでどこまでどこまで。あー、オッケーオッケー。あー、そういう感じ。あ、面白いじゃん。これ俺が好きなやつやん。はい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 、痛いっつ。迷路だ。しかもダメージもないか。ダメージあるんかい。オッケー、ついたついたついた。怖っ。なんでよ、なんでしまってんの。待って、この部屋にスイッチあるだろ、さすがにね。おお、すごい。おお、あ、え、なにこれ、すごっ、楽しい、めっちゃおもろいやん、このマップ。あったー、これが一番おもろい。お、なんだこれ、トロッコだ。あ、積んでる。はっはっ。え、これあれなのか、普通に。え、なんかしかも進んじゃってるよ。普通にあれじゃん、ゴリゴリストーリーや。うわ、そこまで崩してないのにな。まあいっか、ルピーももうそろそろ持てないしね。あれ、これなんかさっき進んでなかった。なんだよお前、さっき自分で進んでたろ。あ、動いた動いた動いた。再起動で動くんだ。はい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 、なるほど。一気に進んだな。
ボス部屋近いんじゃね？すげえ有刺鉄線なんだけど。はいはいはい。で、これも真ん中か。はっ、ほんと突き上がった。で、風が吹いてるから飛ばされないようになんとかしろってことか。え？そもそもなんもないぞ。あー、そこが復活したけど、こっち寄ってくるか、あれ。いや、無理だな。まだ行くべき場所じゃない。なんじゃこりゃ。どういうこと。くっそ。え、また合体しちゃったし。こいつらってあれなんだ、回転切りしても意味ないんだね。それは知らんかったわ。よせー、来たけど急いで急いで。あ、違う、急いでお願い。あーあー、出てきた。まだよーし、これでボス戦は大丈夫だな。ルーピーだけど満タンになっちゃった。もういらんぞ。なんか行ける場所がなかったからさ、戻ろうと思ったけど高くて戻れないわ。ってことはさっきのところで何かするんだ。やべえ、わかんねえ。あー、これか。いつもこれ見逃しちゃうな。これだこれだ。で、これについていきますよと。でも、ついていった。おいおいおい、あー、こ、なるほど、これでガラスするとか。あー、なるほどね。あ、すごい、よくよくできた。なるほど。でも、あ、これ俺が倒してあげるってこと？もしや。くっさ！ちゃんと小手先だけで。よし！オッケーオッケーオッケー、なるほどね。金もいらねえな。ん？あー、来たことないわ、ここ。オッケー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 。で、これで、あ、これはトロッコを動かす装置か。これだ。これもトロッコだな。また同じことやるやつか。ハートありがてー。あれ、あ、そっか、もうこっちにあるからか。上になんかあったけど、とりあえずこっち優先か。あー、なるほど、これであっちまで繋がってんだ。これ横に来るだろ。来ない？あ、ここから届くわ。はいはいはい、そっちが開く。まあ、でもまずこっちやっちゃうか。あれ？これでも終点か。何も出てこねえ。さっきのとこ行くしかないな。ん？何？ 1、3、2。 なるほど、何か関係ありそうだな。あ？どういうこと？え？うわ、しかもこれ登れねえし、地味に遠距離かよ。向こうの 1,2,3 の順番で破壊してくださいねっていう、そういうことか。
あーそうだそうだそうだ。でここが3番目だからまずはそっちだ。マジであれだな、今の俺に積み要素ないね。よしよしよし、さあ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 、こいつら2体倒せばあの宝箱か。これいって、はい、ごめん、これ一気にいってえな、一気に2個なんかいっ、うわーくそー、うまく回んね、なんだ。でも2体同時じゃないだけでマシだね。あ、やっぱ月ならいけるんだ、牙があれでも。オッケーオッケーオッケー、うまく当たらん。こっち壊して、あーほらほらほら、一回できた、開くだろ。よっしゃー、もうボスだぞ。古代のカイロ、あー一番むずい、一番むずい、むずすぎ。これもこれ以上はないだろう、このパズル。圧倒的にむずかったぞ。ダンジョン自体も一番長かったしな、いつもの2倍くらい時間かかって。さあどういう系のボスか。まあ、風ぶち当てるボスだろうな。うん、ディアブロス、うわキモ、いや風いらないじゃんこれ。千年降格中モルドガット、かっこいい。千年だとこうなるんだ。ファイさん、注目対象の名称モルドガット。プチガットが1000年かけて成長した魔物で、千年降格中とも呼ばれます。全身の 90% 以上が硬い降格に覆われてる。なるほど、もっと詳しく。マジかよ、落ち着け。とりあえず月攻撃が有効だと見た。え、あれ月じゃない、落ち着け、大丈夫。なんか目が赤くなってる。あ？あ、なるほど。攻撃するときは赤くなるのね。理解理解理解。じゃあこいつの攻撃超簡単。パリできるぞ多分。おら！なめんじゃねえ！来いよ。マジか、よし、いやパリいける、いやマジかよ。このダメージ食らってんのかな。え、もう腕壊れちゃったよ、弱っ。なんだ尻尾が、危ねえ、甘いね。俺は回避もうまいんだよ。腕で来いよ、腕で。ズルすんな、なぜ腕来ない。え、なにこいつ弱っ。はっ、来た、よし、尻尾、おっとこれディアブロスか。今のうちに回復しよう。ん、まさか風かこれ。あ、風だ、おお、なにこれ、え、なんか全部崩せるけど、待て待て待て、あ、わかった。高低差を作り出して
あれじゃない？尻尾狙えっていうやつでしょこれ。あれ？なんか普通に潜ってたけど。あ、待って、目が普通に出てんじゃん。え？パリした？なんだお前！男同士のお互いにチャチャ入れてんじゃねえ！くそ！好きかこれ？なにそれ！パリ！ああ好きだ好きだ！バカ野郎！おいでー！オッケー。で、好き。それ強くない？あっぶねー。好き。よし。おいおい。逃げてんじゃねえぜ。これはただあれだな、こいつを出させるよってことでオッケー。おら、痛いの。あ、逃げてばっかりじゃんこいつ。ほら、息子見てるぞ。いいとこ見せんかい。次シャー、第2形態か。さすがにこんな弱いこと、え、ある？え、弱すぎじゃない？え、こいつひどいぞ。こいつひどいな。でも一番楽しいボスだったな。パーリーもできたし。両モンスだわ。はいはい、扉を隠していましたよと。え、今度こそここゼルダ無理だろ。だって時の神殿の岩場飛び越えたって言ってたから、じゃあここを絶対経由しなきゃいけないからね。ここにいたらおかしい。今度こそ本当におかしい。え、またなんか今までと違う、またギミックあるんだけど。おん？あれ？なにこれ、なんか明らかに今までと違うな。あ、そっか、俺は地下から来たのか。あ、そっか、あ、違う、俺なんか勘違いしたわ。さあ、こいつらも直で行けたんだな。こんなこともできんのか。インパ。こいつ防御系なんだ。ゼルダ様、早くその扉へ。吉田マン、受け取ってきっと新たな役に立つはずよ。え、お前魔法使えるようになってるやんけ。女神のハープを手に入れたけど、今はそれどころじゃない。お急ぎください。これは飛び越えられる。なんだ、弱いやん。あんだけ前偉そうだったのに。第2ラウンド行こうか。サソリ弱かったしな。早く行け。助かった、ここは頼む。吉田マン、封印の地にいた老人に会うがいい。話訳を話せば必ず道を示してくれよ。そして必ず
必ずきっとまた会えるわ、吉田ま。ね、約束よ。なんか落としてったよ。あ、爆弾だ。やってくれたね、吉田まくんとやら。私の一言がついつい君への対処を怠ってしまったよ。泣かせてあげたいけど今は1分1秒が欲しい。次の機会に回してあげる。ただし今度は全治100年じゃ済まさない。英語に続く苦しみをあげる。生き地獄を与えてあげるよ。小物だなこいつ。マスターに報告、ゼルダ様のオーラを見失いました。あ、アオルピアンじゃん。あの扉が破壊された瞬間、ゼルダ様の気配が完全に消失。ダンジングによる捜索は不可能。ゼルダ様と行動を共にしていた者が会いに行けと言った封印の地の老人ファイの記憶に該当あり、封印の神殿に向かうことを進言します。はあ。あ、なんか変な知らない虫出てきた。しかもこいつら逃げないわ。ラネールアント。そういえば俺あれ捕まえてなくない？空島のさ、なんとかカブトみたいなやつ、あいつも多分捕まえられるよな。ダブルキル。